いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのそらです。今回は、皆さんにね、使命のお話を楽しんでもらおうって思ってるんやんか。この使命っていうのは人間が持つ使命、それともう一つ個人個人が持つ使命、使命ってねあるんやけれども、今回ね皆さんに聞いてもらいたい使命のお話は人間が持つ使命、こっちの使命のお話をねしようって思ってるんやんか。でね、この使命っていうのは去年2022年中にも人間が持つ使命があるんだよ、このお話をね僕何回か去年してるでしょ。んで去年言ってたその人間の使命っていうのは人の役に立つっていうこと、あなたは人の役に立つことできますかって神様に聞かれますね。人の役に立つことできるって、それを宣言できたらこの世にやってくることを許してもらえる、いやできない、ちょっと自信がないって答えてしまうと転生の許可はもらえませんね。こうやって人の役に立ちますっていうのが人間の使命なんだよ、それと別に個人個人の使命があるんだよって、このお話何回かしたでしょね。んでこのね、実はね、人の役に立ちますっていうこの使命はね、ちょっとね古いお話なんやんか。使命っていうのは昔から現在に至るまで人間が持つ使命って時代の流れとともに少しずつ変わっていくんやんか。まあそのいろいろスピリチュアルの世界も変わりますね。お空の上の世界とか天国とか変わっていくんだよって、状況が いろいろ変わっていくからね。僕たちのこの地球ね、僕たちが暮らしてる中でもいわゆるほら常識的なことあるでしょ、一般的な常識ね、常識なんて毎年変わっていくでしょ。それと同じなんか、お空の上の世界も天国も常識って変わっていくんやんかね。もちろんなんかテクノロジー的なことも変わっていくしね、それはもう僕たちのこの地球と天国とかお空の上の世界何も変わらへんやんか。んでその人の役に立ちますね、これをまたね新しい情報を皆さんにお届けしたいなってね、2022年中にずっとそれ思っとったんやけども、去年は神様のスピリチュアルメッセージたくさん皆さんにお届けしてきたんで、なかなかこの使命のお話しするタイミングがなかったんやんか。で話したいなしたいなって思っとって、もう年またいでしまってね、なるべく早いうちにもうね使命のお話をしていかないと、新しいねお話をしていかないと、どんどん本当情報って古くなっていくんでね、古いお話をいつまでもあそうかって思っとっても、これあんまり良くないことなんでね。だから今回は使命のお話をしようって思ったのね。でね、このね昔から現在に至るまで人間が持つ使命っていうのはね、こう変わってきました。でね、僕たちの世代、僕は40代、ね、40代とか50代、60代、ね、70代ぐらい、ね、そのぐらいの、ね、世代は40からだいたい70歳ぐらい、70代の人たち、この世代の、使命っていうのは変革。これどういうことかっていうと、昔の世代っていうのは、ああしないといけないとか、こうしないといけない。みんながこうやるから、自分もこうしないといけない。ね。なんかみんな輪になって、同じ方向に進んでいく。そこから外れて、オンリーワンを目指したら、後ろ指を刺されてた。そういう時代があったでしょ？ああせなあかん、こうせなあかんとかね。みんなと一緒にね、人生生きていく。同じように生きていく。ね。みんなが白い服着るって言ったら自分も白い服着る。なんかそんな時代あったでしょう。ね。そういう時代。ね。例えば、昔だったら、げんこつがあったやんね。教育はげんこつ。ね。悪いことしたら叩く。ね。僕も親によく叩かれた、げんこつで、ね、足でもよく蹴られた。学校の先生もげんこつとかやりよったよね。学校の先生にも僕何回か叩かれたことあるんやんか。そういうね、げんこつ
そういう時代があったよね。そういうのが教育っていうのね。で、あとはなんか、頑張るとか、苦労。苦労は、勝ってでもしろとか、ああいうね、なんか、しんどい系、ストイック系、ああいうのが美徳とされとったよね。汗かいてなんぼとか、ね。そういう時代あったでしょ？あとは、お金で豊かになります。ね。そういう時代あったでしょ？昔って。ね。お金いっぱいあったら豊かになれるって。心なんて置き去りやったよね。お金があったら豊かになれますっていう時代やったよね。ほら稼げ、ほら稼げって。ね。男性はこうあるべき。女性はこうあるべき。こういう時代やったでしょ？ね。これ今言ってきたことって、今から見たら全部間違えとったでしょ？そのね、まあ、40代、50、60、70代、このぐらいの人たちが変革するために、それを使命を持って、この世にやってきたんやんか？そうじゃないよ。そんなことしなくていいんだよ。そんな努力だ、根性だとか、ね、無理して壁を乗り越えるとか、石の上にも3年とか、男性はこうあるべき、女性はこうあるべきとか、違うんだよ、間違えてるよって。男性も女性もそんな区別はないんだよ。みんな好きなように生きていったらいいんだよ。こういうね、ことを使命として、この世代はね、このようにやってきたんやんか。ね、昔って使命ってね、変革やったの。ほんで、まあ時代が流れて、次ね、20代、30代。この世代ってね、急にね、スピリチュアルのことってね、急に変わり始めたんやんか。急にっていうか、急速に変わり始めた世代なんやんか。このね、20代、30代の人たちの使命が、人の役に立つ。これが使命なんやんか。あの頃の時代って、例えばね、お空の上の世界って、お空の上の世界で、誰をママにするか自分で決めるでしょ。で、その決めるときって僕たちのね、昔の世代ってお空の上の世界にはね、モニターがなかったんやか。これね、去年もお空の上の世界にはモニターがあるんだよってこのお話も何回かしてきたでしょ。そのモニターにはたくさんの女性が映ってます。ズームみたいな感じでね。で、そのモニターの中から誰をママにするのか、ね、選ぶ。あ、この人ママにしようって画面見ながら。僕たちの世代っていうのはモニターがなかったから、本当にね、お空から、地上を見下ろしてる感じ。こんな感じで、誰をママにしようかなって選んどったんやんか。だから僕たちの世代っていうのはね、ママの顔なんてはっきり見えんかったんやんか。んで、あの人、神様、あの人ママにするわって報告しとったやんか。でも20代、30代の今の人たちは、もうモニターで、神様この人にするわって。そのモニターも、最初はね、その、お空の上の世界に巨大モニターが設置されてて、それが何個か設置されてて、そこにね、子供たちが行って、あの人をママにするってやったんやけども、どんどんそういうのも進んでいって、小型化されていって、ね、お部屋に入って、モニターを見て、神様この人にするわ、言うて。ね、そうやって、モニターもね、時代とともにお空の上の世界って変わっていくんやんか。んで、その時計タイプで、ピンって押したら、本当ね、モニターがね、ブイーンって出るんやんか。んで、本当に、スマホみたいな感じ、こうやってスクロールするんやか、こうやって。そういう風にね、変わっていくの。このお空の上の世界とか天国とかってね。ほんで、20代、30代の人たちは、そのぐらいの世代になってくると、人の役に立ちます。地球に行って、人の役に立つんだ。人に優しくする。ね。そういうね、ことを使命として、この世に降りてきた。こういう子たちがね、混ざり始めたんやんか。その変革の時代を経て、次、人の役に立つっていうこと、子たちが降りてきて、そういうね、昔の世代と、ね、20代、30代の世代が混ざり始めたんやんか。んで、このね、
次ね、今のね、10代の子たち、ね、結構最近でしょ、10代の子たちって、もう、人の役に立つって、これも当たり前です。もうほら、変革、人の役に立つ。もう先輩方が、もうそれ、やってきたから、で、世の中ってほんと変わってきたでしょ？皆さんもほんとわかると思うやんか、ほんと世の中って、人の意識も変わってきたし、ね、ほんと、今は自由に生きたらいいんだよとか、親御さんだって、ね、子供に対して、あなたの好きなように人生生きていくんだよ。昔の世代っていうのは、もう全部親が決めとった世代やね。親が、親の言うこと聞きなさい。親の言う通りにしとったら間違えない。ね。学校行きなさい。大学行きなさい。ね。こういう世代やったでしょ？ね。今の子たちっていうのは、親がすごく意識が変わってきた。ね。だから自由に生きていいんだよ。そういうふうにね、世の中って変わってきたでしょ？だからもうね、人の役に立つなんて、これね、もう当たり前なんやか。もう当たり前すぎて、もう使命にはならへんねんやか。そんな当然やんかって、ね、いう子たちがどん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 増えてきたから、だから今の10代の子たちが、持ってる使命っていうのは、これね、地球を守りに来たとか、地球を救いに来たとか、宇宙を守るとか、こういうことを使命に持ってこのように降りてきてるんやか。そういう子たちがね、人の役に立つ、ね、変革とか、この世代と混じり始めたんやんか。そういうね、地球を守るんだとかいう子たちが降りてきたから混じり始めたんやんか。これね、地球を守るとか救うとか、これどういうことかっていうと、この地球にはやっぱり悪い存在っていてるでしょ。悪魔だっていてるし、その悪霊だっていてるし、悪い宇宙人だって地球に入ってきてるでしょ。ね。ほんで、悪い宇宙人と、悪魔はタッグを組んでるんやんか。ほんで、一緒に悪いことばっかり、ね。人間さんを悪い導きへと導こうとしてるんやんか。ね。お金、私利私欲でいっぱい稼ぐんやで。お金あったら豊かになれるんやで。幸せになれるんやでって間違えたことを教えようとするんやんか。ね。みんな輪になって友達いっぱい作ってね、欲しくなくってもやっぱり友情ってええもんやで、友達いっぱい作るんやでって、友達欲しくないって言ってる人に対しても友達ってええもんやで、そういう風なのをね、教えようとするの。ほんで人間をね、苦しい人生にしていこうとするんやんか、あの悪い人たちってね。ほんで、そういう悪い存在と神様とかいい宇宙人は戦ってるんやんか。もちろんその竜さんも戦ってるし、ああいう、いわゆるその神様意識たちは戦ってくれてるの。んで、子供たちもその地球を守るために、それを使命としてこの世にやってきてる。だから、この今のほんと10代、まあ10代以下とか、もう、なんか、やたらめったら意識高いでしょ？ほんまに自分子供かっていうぐらい意識高いもんね。言ってる内容が。ね。僕たちって、ほんとね、いろんな人生を経て、もう経て、やっとね、ここにたどり着いたと思うやんか？やっぱ自由に生きたらいいんやなって。人に優しくする。ね。そうやって、僕たちは意識はね、長い年月をかけて意識が変わってきたやんね。でも今の子たちってもう最初からそうでしょ？ね。ああいう子たちっていうのはもうほんとレベルが高いから、今の子供たちってね。だから今の子たちっていうのはもう地球を守るとか、もうそういう規模のことを言ってるのか？それを使命にこの世にやってきたっていうこと。ね。今はね、そういう子たちが、この世にね、混ざり始めてるんやんか？ね。ほんで、もう最近の、もう10、10歳以下の子たちっていうのは、もうちらほら、地球に遊びに来た。これが使命なんやんか。こういう子たちもね、なんかちらほら混じり始めたんやんか。宇宙人の生まれ変わりとかいてるでしょ。ああいう人たちっていうのは、宇宙って楽しい場所やから、地球に遊びに来た。ね。
その、人間の地球人として遊びに来ましたって、ね、地球ってどんな星なんかなとか、地球をちょっと楽しもうかなとか、遊びに行く。これがね、もう、使命っていう子供たちがちらほらこの世に来てるんやんか。こうやって、使命っていうのは時代とともに変わってきてるの。ね。もちろん、今20代、30代の子たちは、今、この世にいてるからね、その人たちは人の役に立つ。ね。それをもちろんね、使命、そのまま持ってる。ね。でも、もう今の子たちっていうのはもう地球を守るとか遊びに来たとか、そういう風に変わってきた。ね。また、時代が変わっていったら、またね、その時代に応じて使命っていうのも変わっていくんやんか。こういう風にね、使命って変わっていくんやんか。これがスピリチュアルなの。ね。だから天国もね、どんどん変わっていってるよ。意識ってどんどん変わっていってるから。ね、いろんなことが変わっていってるんやんか。ね。やっぱりね、こうやって思ったら、僕たちのこの地球と、まあ、お空の上の世界とか、天国とか、あんまり変わらないし、だから僕たちが天国帰っても、もうさほど変わらへんねんやんか。で、僕、ほんと普段から言ってるけども、神様と僕たちって何も変わらないよって。ね。コミュニケーション手段が違うとか、ね。だから、霊覚が波動が高いとか、そういう違いはもちろんあるよ。ね、僕たちは、言葉、ね。言葉でコミュニケーション取ってるでしょ？でも、神様とかっていうのは、いわゆるなんかテレパシーみたいなんで、やり取りするから、ね。言葉は喋らへんねやから、こういう、もちろん違いはあるけれども、基本的なものっていうのは、目指してるものとか、そういうのは何も変わらない。ね。そういうことなんやんか。これがね、今回、まあ、去年からずっと話したいなって思ってた使命のお話。ね。まあ、こういうのもね、皆さんの豆知識として、引き出しに、心の引き出しにしまっておいてもらえたら、ね。またね、違った角度で、スピリチュアルっていうのを、楽しめると思うやんか。ほんで、なんか、ソラさん、人の役に立つことが人間の、使命って言っとったけども、なんか、身近な存在の子供たちで、なんか、ソラさんと違うこと言ってるぞって思った時は、あの時ソラさんが言っとった使命って変わっていくんやな、時代とともに変わっていくんやなって、柔軟に、そういうね、お話も皆さん、受け入れて楽しんでもらいたいんやんか、ね。ほんでね、まあ、せっかくね、今回この使命のお話をしたから、もう一つお話ししたいことがあるんやんか。もう一つのね、お話はね、記憶忘れ薬。これもね、以前お話、YouTube でしてるけれども、記憶忘れ薬っていう薬があるんやんか。お空の上の世界で僕たちは、この世にやってくる前に待機するでしょ？お空の上の世界でね。そのモニターとかがある世界ね。ほんで、そこで、この世に、ママのお腹に降りてくるときに、神様から記憶忘れ薬を手渡されるんやんか。これ飲んでねって。で、その記憶忘れ薬を飲んだら、お空の上で過ごしてたこととか、天国での暮らしのことを忘れてしまうんやんか。だから僕たちのもうほとんど、人間さんほとんどがその薬を飲んでんの。だから、僕たちはこの世にやってきて、お空の上のことも覚えてないし、天国での暮らし、ね。それも覚えてないやんか。ほんで、まあ、そういうね、なんか地球を守りに来たとか、もうそのね、そういうレベルの子たち、そういうのをね、使命に持ってる子たちは、もうね、今はね、もう記憶忘れ薬飲まない子がすごく多いんやんか、ね。やっぱり、そういうお空の上の世界ってあるんだよ。そうやって、僕たちは使命を、持ってこの世に来てるんだよっていうことをこの地球に発信していかないといけないからね。だから天国っていうのは本当に実在していつか僕たちは天国に帰らないといけないんだよね。だからそんな悪魔に操られて悪いことなんかしとったらあかんよ、地獄行ってしまうよとかっていうことを教えるためにね。だからもうね、薬飲まない子がねすごく増えてきてるんやんか。んでね、まあ、僕たちの世代っていうのは、40、50、60、70とか、もうほんとそれ以上の人たちとか、まあ、20代、30代とかね、もうこういう人たちって、もうほとんどね、記憶忘れ薬飲んでるんやんか。だから、
あの僕たちで、天国のこととかお空の世界のことをもう覚えてないの。でもね、これちょっと特徴があって、このね、記憶忘れ薬を飲んでるから、いろんなこと覚えてないんやけれども、まあ、人生生きていくでしょ。ほんならある程度なんかね、人生にゆとりができ始めるでしょ。例えば、まあ、家庭を持って、ね、子供ができたら、やっぱり子育てって大変やと思うから、ね、毎日なんか慌ただしく、こう、過ぎていくでしょ。楽しいこともあるやろうし、イライラすることもあるやろうし、ね、しんどいこと、不安なこともね、あると思うんやんか。やっぱね、そういう風に生きてると頭はね、どん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 硬くなっていくでしょ。ああしなきゃ、こうしなきゃ、ああ不安や、なんとかしないととかね。こうやって頭は硬くなっていくやんね。どん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 魂と肉体のバランスが悪くなっていってね。んで、どん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 そのスピリチュアル的な感覚からもどんどん遠のいていくやんね。もう直感は働かへんしね。本当なんかいろんなことが感じなくなるとか、そういう風に頭が固くなっていったらスピリチュアル的なところもね、変わってしまうんやんか。でもその子育てとかね、そういうのが一段落した方たちいてるでしょ。その世代の人たちいてるでしょ。いろんなことにゆとりができていくやんね。毎日そんな子供のお世話もせえへんから時間だってたっぷりできるし、ね、もう子供ももう結婚して家、ね、もう家出たから、そのお金もかからない、ね。あの頃はお金で不安やった、ね、子供学校ね、行かせるために節約して、ね、お金稼いでって子供をなんとか学校卒業させるんだとかって言って、もうお金の不安ばっかりやったけど、もう子供が巣立ってしまったら、ね、もうお金にもゆとりができる。んで、自分の時間を大切にするようになるやんね。遊びに行くようになる。ね。お友達との交流も増える。ね。ぼーっとする時間だって、昼寝の時間だって増えるし、こうやって頭が柔らかくなってくると、ね。またね、スピリチュアル的なことがね、変わってくるんやんか。やっぱり体、ね。その心、そこにゆとりができてくると、やっぱいろんなことが冴え始めるんやんか。ほんで、さらに、スピリチュアルが好きな人。もうやっぱね、なんかね、動画とかすぐ見てしまうんやんか。ああいうスピ系とかって。ね。スピリチュアルが大好きな人。もう神様好きやわ。神様のことを、見てみたいわ。とか。ね。どうやったら神様を見ることができるんやろうって。自分も、オーラ、見えるようになりたいとか。ああやってね、興味を持ってる人なんて、特に、このね、記憶忘れ薬の効果がね、薄くなっていくんやんか。これが記憶忘れ薬の特徴なんやか。もう頭が硬いまんまとか、もうスピリチュアルなんかどうでもええとかって言ってる人は、その記憶忘れ薬の効果でバンバンあるけれども、そのね、ゆとりができ始めたとか、スピリチュアルが好きで、もうそんなんばっかり言ってるんやんかとか、お友達とそんな話ばっかりしてるとか、どんどんね、記憶忘れ薬の効果が薄れるの。だから、今の子たちって、ちっちゃい子たちって、もう、普通に神様が見えますとか、そういう子たちいっぱいおるでしょ？ああいう子たちはもう薬飲んでないから、そんなんが普通にわかるんやけれども、僕たちのような大人の世代で、なんか最近見えるようになってきたんやんかって、こういう方たちもね、確実に増えてきてるんやんか？もう40代、50代、60代とか、なんかね、なんか神様感じるとか、神様の声が聞こえるとか、ほんと神社行ったら、ね、声が聞こえるとか、なんか姿が見えるとか、そういう人たちがね、増えていくんやんか。これは、記憶忘れ薬の効果が薄くなってきた人たちっていうこと。ね、これが記憶忘れ薬の特徴。ね、だから、皆さんもね、記憶忘れ薬飲んでる方がほとんどやと思う。本当ね、僕ぐらいの世代の人たちね、僕の世代の前後の人たちってね。だから、神様感じたいな、ね、神様のメッセージ受け取りたいなとか、もう皆さんほら、竜神とか好きやから、竜の姿見たいなとか、竜と繋がるんだとかって皆さん言ってるでしょ？ね。でも多くの方って、やっぱりもう頭硬いし、生活に、
こう追われてゆとりがない、あ忙しい忙しいってやってるから、まあそんな感じやったらやっぱりそのスピリチュアル的なところにアクセスしていこうって難しいやんかね。だから本当に神様を感じたいね、メッセージもらいたい、竜とつながりたいとかね、そうやって思う方はぜひね頭柔らかくしていって、ほんならゆとり、心と体にゆとりができていったら記憶忘れ薬の効果って薄くなっていくからね、どん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 効き目がなくなっていくんやんか。ほんなら皆さんももっともっと見えるようになる、感じるようになるんでね、ぜひねこの話も皆さんの豆知識として心の引き出しにしまっておいてね、ぜひ皆さんもねいろんなこと感じれるようになってね。でね、あと一つね、まあ、ぜひお話をしておきたいことがあるんやけれども、まあこうやってねお空の上の世界をせっかくしてるんでね、一つ豆知識として情報皆さんにね教えておくね。これね、妊活をされている人ね、やっぱお空の上の世界って子供たちが待機する場所やから、やっぱね妊活のお話も必要やと思うやんかね。なかなか子宝に恵まれない、妊活してるけどもなかなか子供ができない、そうやって苦しんでる方たちにね、これも一つ情報なんやけれども、これお空の上の世界の人たちがこれよく言うんやけれども、ね妊活中の人ってまあ結構ストレス溜まるでしょ、なかなかうまいこといかへん、本当自分は妊娠できるんかな、子だから恵まれることができるんかな、これってねやっぱりそういう不安ってストレスになるでしょ、大丈夫かなとか、ほんでそれに輪をかけて仕事が忙しい、仕事をやりながら妊活してていいんかな、そういうのってストレス、仕事のストレスってなんか負担になるんかな、だから妊娠できひんのかなとかね、精神的にすごく追い込まれる方すごく多いでしょ。ほんでさらに妊活とはやっぱり食べ物気をつけないといけないね、足りない栄養素を補うためにサプリメントを飲まないといけない、もう精神的にもしんどいし、そのなんか食べ物だとかね、あれ食べなあかんとか、これを控えないといけないとかね、いろんなことやらないといけないからすっごく負担になっていくでしょね。やっぱこうやって負担を抱えてたらなかなか妊娠できるのにやっぱ妊娠できないやんか。これも肉体のことやから、やっぱりそんだけ負荷をかけてたらね、やっぱり妊娠はしにくいよね。そこお空の上の子たちで関係ないから、その体あの食べ物を食べてるからとか、ストレスバンバン溜まってるから降りることができないね。もっとママ変わってくれやとか、それをやめないとやっぱお腹に降りることできないよ、なんかここブロックがかかって降りることができないんだよって、これね、まあ、ほとんどないんやんか。お空の上の子たちが言ってるのってそれはもう妊娠はママの体のことやから、まあ、もちろんパパのね体のこともあるけれども、その肉体の部分やから、もっとねもっとリラックスしてほしいって言うんやんか。そのために上の子たちが言ってるのって食べ物に関してはそんな関係ないって言ってるんやんか。ほらなんか添加物がとかよく言うでしょ、あんまり気にせんでいいよって言ってるんやんか。もちろんなんか体重ね、体重が気になってなかなか妊娠ね至らない、ね、だから病院の先生にもちょっと体重落としなさいって言われてる、そうやってなんか最低限のことあるでしょ。例えばなんか鉄分が不足してますとかね、明らかに数値がもうそれ低いですとか、そういうのは最低限やから、そういうなんか変えていくっていうことは必要やと思うやんか。やっぱ食事制限とか、その例えばサプリメントでとか、食事でその足りない栄養素を補うとかね、そのためにちょっといわゆるなんか添加物みたいなのはちょっと控えないといけないなとかね、そんなは最低限のことは必要よ。でもなんかね、神経質になってあのサプリメント、このサプリメント、食事改善だね、体に悪いもの食べたらあかんとかって、そこであんま神経質にやらなくていいって、あんまりねそこあんま関係ないよって言ってるからね。だからまあ多少はご褒美的に、やっぱこれ好きやからって食べたらいいんやんか、多少は ね。だからその多少は自由に、
食べることをやれば心にゆとりができるでしょ、ね、そのねゆとりを作ってくださいって言ってるの。それとそのねあの大きなストレスの部分あるでしょ、そのなんか仕事でとか、ね、仕事のなんか人間関係でとか、ね、いろいろなんか妊活が義務になってしまってとか、そこのねストレスの部分をなんとかしてほしいって、ね、それをなんとかしないと妊娠できないですよ、あんまり食べ物は気にしなくていいですよって、これをお空の上の世界の子たちは多くの子がこれ言ってるからね、まあ、あのちょっと一例やけれども、ぜひね、あ、なんか当てはまるなって、もうあれもこれもなんか神経質に考えすぎてる、ね、もうサプリメント取れだ、ね、これ食べたらあかんとか、これ食べないといけないとか、ちょっと神経質にやってたな、なんかこの話聞いて、あ、なんかちょっと当てはまったな、そうやって思う方はちょっとだけ意識変えてほしいんやんか。そうしたら妊娠叶うと思うから、こういうのもね、お空の上の世界の情報なんで、最新の情報なんで、ぜひ皆さんね、今回のお話参考にしてみてね。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。